高知市ではきのうまで12歳から17歳までの3回目接種を市内101の医療機関で実施していましたがきょうから5か所に減らしましたこれは在庫が少ないファイザー製ワクチンの管理をしやすくするためで廃棄を減らし効率的な接種体制を整える狙いがあります。接種が受けられるのは、アゴ病病院、院、国立高知病院玉城内科科小児科クク、リニック 真鍋小児科循環器科クリニックケラ小児科アレルギー科です。